普段から食生活とかそういうところは分かんないから。だってイブラとかそういうとこ節制して頑張っても、今回、怪我でやっぱね、コンディション戻せなくて対談になっちゃうしね。イブラとかはむしろ戦術家になったりとか、あと、クロップっぽくなったりとか、人に任したりとか、なんかね、イブラはイブラ持ってるっていう話だじゃん、前。イブラっていう元のとこから、何言ったらイブラ受けるかって自分の。だから、アナウンサーにいきなりアドリブ的な質問投げかけられた時に、うまい返しできなくてちょっと変な感じになってる時もあったりする。 イブラのコメントってさ、聞かれること分かってみたいな、カントナになんか煽られた時とか、うん。奴がオールトトラフォードの王なら俺はオールトトラフォードの神になるみたいなとか、そパリ・サンジェルマンに、ね、英雄としてきて伝説として去るみたいな。ネタ用意できてるときはいいけど、みたいな。そう今、ミランでほぼ監督みたいになってるとことか。あれはね、実際あれを許せてる POD のね、器も評価しなきゃいけないですよ、ね。だから、いつもけあの、ポルトガルでロナウドがもう監督よりもテクニカルで、 エリア出てみたいやったときも、あれ許してるね、サントス監督。ああいうのもね、見ないといけないですよね。寝た仕込んでるのはいいことですからね、しっかり準備できてるっていうか。だって昔、シンペータさんと話したことあるけど、フリースタイルの。あの、何言われるかとか、先行になったらどうするかとか、そういうの考えてるって言ってました。エースくんも言ってたの。俺、野面で挑んでましたからね、先行になんないといいな、みたいな。<laughs> それは勝てないよね。 一回しか優勝できない。ミランのズラタンカメラでポジション取りとか細かく指示も出してて監督向いてるなと思いました。ああ。たし、イブラ自体が若い頃よりめちゃくちゃポジショニング良くなってますからね。だから僕はイブラが監督になっていろいろそういう勝つためのこととか戦術的なところとかいろいろマネジメントとかいろいろ苦心するじゃん。で、言うこと聞かない選手と揉めたりとかするんじゃん。その時に、ペップごめんって思うのかなみたいな <laughs>。あの時のペップの気持ちこれかみたいな。 なななんののかなみたいなのがね楽しみですよね。心は繊細だけど、完璧なブランディングと自己マネジメント力高いからアーティストみたいだなと思うた確かに。そうなんよ、イブラのバルサ時代のうまくいってないといか、メッシに PK 譲ってもらって、まあ、悔しさとか恥ずかしさとかいろんな憤り感じてるあの顔とか、でもみんなはイブラなじませようとしてる感じとかで。自分のブランディングなんかあれはかんないけど、やつらは小学生の集団だったみたいなこと言うじゃん。でも、メッシのこと褒めたりとか。 人間としてはそうだけど、監督としては、ペップ最高だとか言ったりするん、ね、で、だからそこがイブラの賢さっていうか、やっぱり、そのポジショニングシリーズのとかもそうだよね。やっぱその人間としてのこのね、奥行きとか、そういうところでやっぱ話したくなるよね。